前回までのあらすじ、騎士バッジ依頼で海上基地に来たクリゴハンは怪しい痕跡を見つける。調査するとこの騎士の元リーダーカントが破壊工作を企てていた。しかしフレッドに感化されたカントはフレッドの身代わりになり犠牲となった。彼の騎士バッジを家族に返したら真珠のネックレスをプレゼントされ複雑な気持ちになったのだった。次は虚空実験室。黒い雨、虚空、さっきの黒い結晶となんか関係あるのかなと思ったら、なんか違う、桃源郷の方に行ったもうまあどっちでもいいけど、まあでもなんかさっきからやってるとなんかいろいろとこの箱舟市に大事な騎士たちのなんかどうして犠牲になったのかみたいなのを知る旅みたいな感じだから。で一番目のビル群に行って、ビル群なんてある。あーでもなんか ビルっていうのがわかんないけど建物はあるね。止まれ、はあ、止まるんだ。なんかおじいちゃんどうしたの。母体を信仰する罪人は桃源郷に足を踏み入れることは許さん。はあ、母体を信仰する罪人、箱舟氏の人たちのことか、騎士のことか。邪悪な母体を持って海に対抗しようとするなど。まあ俺も確かにそれはどうかと思うけど。お前らは悪人だ。海は箱舟氏に裁きを下す。あのフレッドとかいうやつにもな。はあ、ごまかせる、ごまかすんかい。勘違いです。前の風景を見たので島を取っただけですよ。お前は母体を信仰していないのか。わしは騙されんぞ。やばい、おじいちゃん鋭い。そうだそうだ、祈るんだ。え、ここで祈願すれば神は貴様の不誠実をお許しになさる。海を信仰し技術を排除する。そんな海の住人もいるのか。仕方がない、とりあえず彼の言うとりにしよう。あ、そうね、ぶっ殺すのは簡単だけど。祈るふりをする。ブツ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 。もういいっすかおじいちゃん。祈ろう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 。なんだそれ。汚く醜い母体が我々の海から去ってくれるように。まあ母体自体も怖いもんね本当はね。この人の言うこともわかるけどな。私は背に乗った。お前はとても経験だな。経験って読むんだ。いいことだ。私には聞こえる。海はお前を許した。よかった。上に行きたいのか。急にテンション高。ああ行くといい。若者はみんな行ってみるべきだ。この地を見ろ。かつて経験な人々が住んでいた地を。経験って読むんだ。海が守り続けるのは彼らの方だ。決して箱舟市にいる母体の奴隷どもではない。彼は箱舟氏を憎している。あの騎士の犠牲は島の住人の態度と関係があるのか。まあそういうことかな。あ、また掲示板みたいなのがある。あ、待って、もうザンビいるんですけど。え、おじいちゃんどういうこと。普通になんかもうここバリケードしてるけどいるんですけど。あ、もう襲っていきそう。あれやったか。かつて華やかな海上レジャーランドであったが、今では波の中で人間性を守る最後の扉だっている。人間は決して母体に味方してはならない。箱舟氏を支持し母体との共存意思でもない。一切立ち入り禁止。裏って書いてるな。大丈夫かな。ゾンビにかも、うさ、襲われそうなんだけど。なんかある。お、手紙。物事はあなたの思い通りになっています。箱舟氏の邪道が桃源郷に広まりました。母体で海に対抗する。冗談にも程があるぞ。今の厄災は奴らのロロロロロロな行いに対する罰だ。このままでは厄災が私たちの上に降りかかってきます。それぞれの透明を守り、裏切り者を私たちのホームから出ていかさなければなりません。変身をピアノに隠して早く。ピアノ、いや、そのピアノを探さなあかん。あったーけどゾンビだらけ。ちょっと一掃するか。よし、やったか。てかめっちゃゾンビ普通に中にいるんだけど。おじいちゃんどういうこと。俺に銃口を向ける前にここをなんとかしろよ。もうおかしくなってゾンビって分かってないかな。あ、古い封筒、すごい分かりそうになる。早く変身すべきだった。グリーター。一刻も早く殲滅を終わらせなければならない。今夜プールサイドで打ち上げを開き、正義の味方だと自負する悪人たちを招待する。船と弾丸を準備しておけばいいです。この夜が終われば私たちは桃源郷は安全です。私の言い方は分かっているはずです。気になるのならドリンクボックスに行ってみても良いです。あれか、騎士たちを騙して奇襲をかけようとしたところだ。ここで、いよいよおいでおいでっつっておびき寄せてからの死ねーみたいな。来た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 。おお、早くねこいつ。なんか足なんか火みたいについてる。やったか。怖ー、足早かったな。なんか炎のやつでなんか足が速いんかな。
これもともとおじいちゃんの味方の人たちかな。ここ?あとはドリンクボックス。普通のドリンクに見えるが、瓶の中には濁った液体がいっぱい入っており、明らかに期限が切れていた。まあ、それはそうね。古いだろうしね。キャップを開けるとシロップの発酵した酸味に鼻をつく麻酔薬の匂いと混じり合っている。で、主人公そんなの分かるの?匂いで。ボトルのレベルが剥げ落ちている。剥がすとマーカーで書かれた西側の海岸で集合という文字はかろうじて読み取れる。眠らされたのかな。本書を指示する島民に麻酔薬を与える。そのことだったか考えられない。この中にもしかしてあのうにゃーん、あれじゃん、アイスティー事件じゃん。うちさ屋上あんだけど焼いていかないみたいな感じで。いや、自分たちの意思を通すためとはいえ、ちょっと恐ろしいことをしてるね。これは彼の集合ポイント。あまり痕跡が残っていないようだ。待って、何の音。桃源郷ファ追放母体。母体。桃源郷はこの海にとって最後の希望だ。母体を受け入れることは、これあのおじいちゃんの声かな。絶対にありえない。化け物と仲間になることも。しかし裏切り者が我々の中に紛れ込んでいる。我々が懸命に集めた物資を持って箱舟氏に媚びを売った。友よ、武器を取れ。奴らを我々の家から追い出すのだ。奴らを海の上に追放しろ。海を奴らに裁きよう。もうちょっと宗教地味でんな、こっちの方が。そう、塩が違っても殺しはいけない。その時のこういう人たちがいたんで、箱舟氏の騎士が、箱舟騎士がなんか頑張ったんだけどって感じなのかな。今のところ騎士は出てきてないんだよな。でもバッジがあるってことはってことだしな。あー、勝手に、ちょ、うわー、勝手に前進するなって思って。なんかこいつに一応逃げるんだけど、なんで?よし。やったか。さあ、出た。ハイパースキャンタイム。ピー。これをすることによって過去のいろいろが見えるのである。本当どういう仕組みなんだろうな、これ。チェック。あ、なんかいる。あの銃持っている人たち、どうしてお父さんを連れてったの?私は彼をお父さんを船に連れてったら見た。お父さんはもう帰ってこないの。海をどうか彼に優しくしてやってくれ。その 船を乗り込まないで。お父さんが騎士か?あとまた全然違う人か?あー、急に出てきた。お父さん?お父さんですか?ちょ、お父さん痛いです。あ、また人じゃない。これはゾンビか。ん?なんだ?スキャン。この船で一体何が?チェック。はい、いた。桃源郷から出ていけ。二度とここに来ない。モンスターに媚びた悪党め。母、母体が敵だってことは分かってるんだけど、箱舟氏の言うことは嘘じゃなくて、私たちだけでは海の危機に戦うことはできないんだ。彼に余計なことを言うな。彼はもうあのフレッドに洗脳されているんだ。母体と共生、人間としての尊厳さえないのに。チャンスはもう与えた。まだ離れないと。私の弾丸を攻めるなよ。私の弾丸を攻めるなよ。面白い日本語。海に追放、もしかして。え、待って、なんか、水中に潜って探す。マジ?と。こんな海の中行くの、まあまあ怖いんですけど。ガス大丈夫かな?一応、趣向趣向は言ってるけど、どれぐらい持つんだろう。なんか、クラゲいる、でか。綺麗だけど、でかくてちょっと怖い。さすがにドローンくんは来れないか。あー、船沈没してる。調査。はい、便利マシーン。ガソリンタンが撃たれたのは銃を持った男がしたことだ。本心はけも何もなかった。特に騎士ではないけど、普通に箱舟氏側に着こうと思った島民が犠牲になったのか。いや、結局、船出させたけど、撃ちやがったのか。ひでえな。あ、なんか、またおじいちゃんがもしかしてなんか銃撃とうとしてる、これ。あの石だ。第二銃向けてるんだ。この荒れ果てた時にまだ止め残っているのか。こら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 、それをそう簡単に向けるんじゃないって止めようと思ったけど、なんかこれ様子見るっぽいな。観察する。キシメ、ブレーナ。キシメ。悪党どもめ、我々の桃源郷から出て行け。おじいちゃんだいぶおかしかったな、頭。記憶違いだ、ブライン。ブライン。ここにキシはいない。そしてここはもはや我々の桃源郷じゃない。冷静やな。数年前の感染潮汐で潮汐、俺たちは全てを失った。ああ、騙されるもんか。我々を分裂させるために来たんだな。お前らの船をこの目で見たぞ。
自分の世界で生きていくのも悪くない。あんたが羨ましいよ。パトロールを連れてくれ。俺は騎士じゃないし、あんたに邪魔するつもりはない。ただこの辺で散歩するだけだ。それで納得してくれるのかな。君は無口な男。こんな静かな海は久しぶりだよ。そうなの。ここに騎士はいない。ブラインは年取って猛烈しちまったのさ。まあ完全におかしくなったね。今だけでなく以前は箱根騎士や桃源郷を訪れたことはないのか。いや全くない。じゃあバッチないってこと。彼があまり早く言い切った回答が逆に怪しい。ああそういうこと。下の老人はこの目で船を見たと言っていた。わかった、ありがとう。ごめん、全然その辺見抜けなかったわ俺は。船という手がかりか。不当にね。むしろあの人が元騎士なのかな。で、この桃源郷の人たちをどうにかしようと思ったけど、みたいな。これなんかあるぞ。なんだこれ。船を召喚って書いてる。スキャン。過去の痕跡見ちゃうよ。これどういう本当技術なんだろうな。声まで乗ってるもんな。感染調整が終わったばっかりで、各海域での変異感染者が急増している状況で、海上の難民たちは助け合うべきなんです。フレッド団長も箱舟氏もあなたたちを受け入れようとしています。今さら全員乗るなんて、こんなことになったのはあなたたちがあの母体を買っていたからだよ。桃源郷は数人しか残ってないのに。人々を箱舟氏へ連れてくれる箱舟騎士だ。これこそが私たちのチャンスじゃないか。あはは、全く簡単なことだ。早くビクラムに伝えないと。なんか騎士っぽいの出てきたな。怪我は済んでいます。秘密基地で私を待ってくれ。箱舟氏が、私たちの絶好の機会だ。私はこっそり彼らのキャビンをこじ開けた。これで新たな通路を手に入れた。また後でジャスティス。ジャスティス。秘密基地。ああこれ秘密っていうほど隠れてないけど。はい、というわけでここで出てくるのがジャスティスとビクラム。2人とも桃源郷の島民ですが、彼らは箱舟騎士になろうとしています。だけど動機は箱舟騎士になって世界を救うぜみたいなのじゃなくて、騎士になることで箱舟市に侵入し市を破壊するテロを計画しています。まあ今までの話の流れでご存知だと思うけどね、あの感染潮汐っていうなんか変異感染者たちがヒャッハーして多大な被害が出たわけなんだけど、桃源郷とかも、まあ、それがね、あの母体を飼ってる箱舟市のせいだと、まあ、彼らは思ってるんで、まあ、ちょっとまあなんでそんなね、ジャスティスとビクラムもあの感染潮汐の被害に遭って、まあ、親やね、妹、まあ、家族が亡くなってしまって、まあ、それで箱舟氏を恨んじゃってると。だからテロしてやろうと。ちなみに、テロの立案者はジャスティスで、まあ、ビクラムはどっちかというと、それやばくないって、あんま乗り気じゃないんだけど、まあ、さっき言った通りね、まあ、一応恨みがあるんで、まあ、じゃあ、テロ参加するわみたいな感じで、まあ、2人でね、箱舟騎士になって、で箱舟市に侵入しテロをしてやるぞっていう話を今ここでしてるっていう解説です。俺たちは何なんだ、騎士側の敵なのかなのか。復讐のために騎士になろうとしてるのか。でさっきの無口ボーイがビクラム。ビクラムここにいるんだね。あんたあの秘密基地の方向から来たな。じゃあもう察せられましたか。あーでもなんか ビルっていうのが分かんないけど建物はあるね。止まれ、はあ、止まるんだ。母体を執行する際には桃源郷に足を踏めることは許さんよ。母体を執行する際に箱舟氏の人たちのことか。邪悪な母体を持って海に対抗しようとするなど。